はい、どうもです。どうです。よし。新潟県九州村ラーメン巡り川西町編。よし。現十日町市になります。来ましたね。なんか久しぶりだね、十日町ね。こっちの方久々だわ、ね。今回ご紹介いたしますお店はこちらになります。ラーメン一さんでございます。はい。実はこの近くにね、あのうちらが大好きなあのジロバタさんがね、はい、そば稲荷のね、そば稲荷のね、はい、ジロバタさんがあるんですけども、本場そばだったね、本場そばだった、うん、まあいつも通り、はい、一切情報はないということで、はいはい、ちょっと中に入ってメニューを確認するという形なんですけども、はい、その前に、はい、本当だよ、食べれるか食べれないか、おい、なんかやでもか貼ってシールボロボロになってますけど。やりますか、はい、やりましょうか、食べたい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 、俺参加する、でも映らねえんだもんな、結局な、結局映らねえんだ、結局映らねえんだ、だからそう考えると、うん、パーミヤ毎回食えんだよな、うん、毎回食える、ずる、いやでもいつやります今日俺。でも10品でいいんじゃない、だってまあね、別に10品で食ってる分には、ああそれだったら問題ないね、ね、確かに確かに、食うんだったら10品で食べてくださいでしょう、そう、じゃあ10品で食います。絶対食えるって絶対食えるということで、いきますか、はい、待ってマジ分かんない、あ俺先行っていいですか、いいよ、俺後で大体引いてるパターンなんで、これ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 じゃこれ、はい、いいですか、はい、せーの、ほらな、お前待って、お前やったぞマジで、お前この確率でそれをやってるぞマジで、やばいやばいやばい、いや俺なんかね今日ダメだと思ってたんだよマジで、うわマジ最悪、あれ待って、いつもより1本多かったんだね、それでもその打率だよ、マジかよ、5本に1本なんですよ、すごいな、お前6分の1引いたんだ、いいね、また戻ってきたね、俺からのまたダーシーに戻りつつある、今10ぐらいでね、うん、接戦を繰り広げたのにね、こういう感じだったんで繰り広げてる、やばいっすね、マジ最悪なんだけど、行きましょう、行きましょう、お席作って待っててくれてるんで、じゃあ行きましょう行きましょう、お前のたわごととか聞かなくていいから。ほらカメラよこせ、うわもうすごいいい匂い、何食えばいい、なんだろうね、おすすめはやっぱ醤油チャーシューっすね、うーん、白ごま担々とかもあるんだね、そうなんですよ、白と黒があるんじゃないかと、本日は黒ですって書いてありますね、うん、これね、うん、ちょっと気になる、あとねこの餃子も2種類あるんですよ、手作り餃子とこのつまりポーク 100% の、うわー出たつまりポーク、それは気になるじゃん、じゃあ俺醤油の醤油チャーシュー1000円、ジャスト1000円、気持ちよく、ここでも嬉しいの、濃い麺がさ好みで硬め柔らかめ、味濃いめ薄め、割りスープもございます、本当だ、ほんまや、私塩チャーシュー、うわーマジで食いて、トッピングチャーシュー、めっちゃ盛るやん、肉に肉、すいません先輩、黒ごま担々はチャーシュー混ぜご飯、あ、いいじゃん、チャーシュー混ぜご飯150円、はいはいはい、あ、肉味噌丼行こうか、めっちゃ食うやん肉行こう、始まったよこれ、また2画面、マジショックだから、ダシ君俺が来ると食べらんないっすよ、本当だよお前も次は来んだよマジで疫病が、疫病が、お前入ってからいいことないんだよ。なんで？いや俺もなんでって聞きたいよ。俺でもね、あの橋掴んだ瞬間にちょっとやべえなって気をしたんだ。マジで。あんなに当たり本数が多いんだ。本当だ。カメ飲めな。ありがとう。カメ飲め。カメありがとう。水もダメなの。飲めないんだ。飲めない。そう。今日何がいいってさ、バンバ不在について誰も触れないっていうね。ここまで回ってるの。第50回ぐらい迎えてるから、 今何回ぐらいですか、50回目ぐらい、49回です、49回、今回50回目です、あ、今日が50回目、うん、今回が50回、前回アシュラで49回、まあ、俺終わったらさ隣行こうぜ、隣
いや、行かないよ。そば稲荷食いに行こうぜ。いや、行かないよ。そうだ、おばちゃんたち待ってるぜ。はい、あ、はい、はい、失礼します。はい、行きましょう。どうぞ。結構しっかり濃いめのなんか色だね。あ、しょうがない顔するわ。うわ、来た。うまい。俺ドンピシャ。マジ？そう。これな、これなぜかというと、うん、あの生姜きつすぎる。わあ、なんか分かる。分かる。これいい。最高。うん、あ、絶妙。なんか俺の中の黄金比。黄金比が来てる。やっぱ生姜きつすぎてるとさ、生姜の味がしねってるとさ。あ、確かに。うん、あ、これめちゃくちゃ大盛りにすればよかった。これなんだ、トッピングか。トッピングチャーシュー。トッピングチャーシュー。トッピングチャーシュー。チャーシューにチャーシュートッピングするの。やば。いいか。すげえな。塩チャーシュー。いただきまーす。もう麺から。うまい。え、おいしい。塩も好き。生姜効いてる。効いてる。うん。めっちゃうまいんだけど。え、マジでおいしいよ。うん、本当にうまいよこれ。チャーシューで一番好きなチャーシュー。めっちゃうまそうな顔してる。うまいよ。これ絶対食ってもらいたい。めっちゃうまいよ。じゃあ私は黒ごまタンタンですね。これなんで食べやすいんだよね。黒、麺も違うんじゃない？これ麺染まったんじゃねえの？この色に。いただきます。思ったよりこう黒なんで山椒とかそういうのが強くバーンってくるかなと思ったら、うん、すごいまろやかな、クリーミーなお味で、辛いのが苦手な方でも。うん、スイ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 食べれるぐらい。ごま、ごまが結構効いてるね。思ってるよ、あっさりしてる気がする。あっさりしてます。美味しい。チャーシュー丼、なんだっけ、忘れた。あ、これはね、うん、ちゃんとラーメンの味を殺さない程度に、これ味しっかりついてるとか、うん、ラーメンが負けたりするパターンがあるじゃん、うんうん、ちょうどいい。肉味噌丼。それうまそうよな。うまそうじゃん。うん、ほら、うわうわ。卵やばいよ。完璧。完璧。だろうな。うん、これはうまい。じゃあちょっと餃子、つまりポークですから。つまりポークもうまそうじゃん。ポークはちょっと茶色いんじゃない？味がついてんだな。醤油いらないかもしれない。そのままでいけそう。うん、まあ、じゃあダイレクトアタック。やっぱつまりポークうまいわ。うん、うん、ニラかな。うん、いいアクセントで。うまいな。全然そのまんまで。うん、野菜もシャキシャキしててすっげえうまい。うまい。肉がいいね。いつうまいな。うまいと思う。今日だってお祭りみたいなのあったじゃないですか。はい。で全然車走ってなかったじゃないですか。
それなのに、いちさんだけすげー混んでたじゃないですか。その理由が分かりますね。本当に、本当にうまいもんね。うん、それは客足も途絶えないけど。ガンもペロだな。マジうまい。あんだけ肉に肉のやつがもう、いや、マジで美味しい。味濃いめにしたんだけどさ、俺は。うん、すごい美味しい。やだわ、隣でこのマスクつけて食ってるやつ、マジで。みんなや、こっち。みんなや。すげえ食いづらそうだもん、お前。あの、口元がわかんないんですよ。うん。しかもちょっとメガネが曇りつつある。正面やばいな。うかつく。またコメント来るぞお前。マスク取ってくれとか。そしたら次回からもうあの隅っこで食ってますね。迷うな。みんなペロだな。大盛りでもよかった。大盛りでもよかった。あ、マジで、うん、うん。大盛り食いたかったですね。いけた、これは。これいけたよね。これはいけた。この買い出しだと思うんだよな。ちょっと確かめてみましょうか。いやいや、大丈夫です。え、大丈夫です。いや、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。これ、非常に美味しかったです。さあ、だし、ダブルパンチ、食らってください。自分で回さっていいとこやって。じゃあ、本日のお会計。お会計。だし、自分でね。誰も恨めない。いけ。うわぁ、バンバン。そうじゃないだろう。すごい、出しにくないと危ない。いや、なんでやつがいるときにそれを出さないの。でもあいついなくてもやっぱり出るんだから。ね、いや、本当にあいつだけ4万ぐらいいってるから、うん。はい、ということでラーメンチさん、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。よっしゃ、やばかった、絶妙だった、うん、生姜と醤油のバランスが良かった、俺の中でね。あの、がっつり効いてない、あの、あんまり生姜効きすぎると俺はダメで、うん、絶妙なこの感じ、うまかったな。俺塩食ったんだけどさ、ああ塩、本当に美味しいと思った。本当に塩美味しくて。これ貝じゃない、それ貝だしの方だよ、うん、そんな生姜と貝な、貝系だと思うんだよね、うん、本当にあっさりしててさ、ま、俺は濃いめにしたんだけど、ちょっと俺も試してこうか。よし、じゃあ次の場所行きますかね。場所ですね。まあ残すところあとね70ぐらい。そろそろ今年佐渡行きましょうよ。あ、そうですね。ちょっと気持ちは分かる、ね、行きたい、うん、今だったらまだ行きたい、うん、佐渡行きましょう。行きましょう、行きましょう、頼む。はい、来ました。佐渡来い。来ました。どこなんだい。悩んでる？分からん。嘘でしょ？分からん。来たかもしれん、これ。下越ではないはず。うん。行きます。三和村。何？どこだろう？どこだ、どこだ。いや、来たんじゃね？もしかしたら。ね。ちょっとググってくれ。佐渡か上越方面だね。そうだね。三和。かこの辺か、うん、ああ、確かに、まあ、うちらには全然馴染みがない。ああ、そうですね。三和でいいかな。なんて読むんだろう、そもそも分からん。上越。あ、上越か。やっぱ上越だ。上越です。ほんとこの辺なんじゃない。どこよ、現どこなの。あ、やっぱ首輝だね。中首輝郡。でかいもんな、首輝な。うん、めっちゃでかい。現上越市だね。いやー、ついに佐渡かなと思ったけど。確かに首輝でしたね。はいはい、ということで、はい、じゃあ次回はまた上越、はい、ね、首輝、中首輝郡、旧三和村でいいですか、はい、はいはい、に決まりました。ということで、はい、この動画が面白かった方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、コメントもたくさんお待ちしております。ということで、また次のラーメン巡りの旅でお会いしましょう。またね。